こちらのオーシャンビュー最高ですよね。これは絵ではないんですか。絵じゃないんです。こういうホテルができるんです。客室から見渡せるということで、あの星のリゾートが九州に新たなホテルを作ります。おめまよろしくお願いします。よろしくお願いします。うますもう4月から私の荷物になってまして、ね、全部で3着があるんですけど、え、<laughs> それを選択肢に扱ってます。<laughs> <laughs> 三密回避と書かれた自作の T シャツで現れた星野義晴代表星野リゾートといえば全国に高級ホテルを展開する業界トップクラスのホテルチェーン今日九州に新たに2つのホテルをオープンさせると発表しました1つは鹿児島県の甲斐霧島。 客室から見渡す桜島はまるで一枚の絵画のよう薩摩和紙の照明など鹿児島ならではの装飾ですかつおのだしにくぐらせるのはもちろん黒豚ポン酢やごまだれなしでご賞味くださいもう一つは大分県の貝別府伝統工芸文庫絞りをベッドや壁のインテリアに採用 窓からは別府湾に上る朝日を楽しめます。九州は今あの観光消費額を見ても、日本の中で非常に大きな割合を占めているんですね。九州の中でも非常に魅力的な場所に、私たちのお客様に行けるような場所を作っていきたいなと。 星野代表によると、九州の人は九州内の旅行を好む傾向があり、コロナ禍で広がったマイクロツーリズムの需要が十分見込めると言います,す、ねまあ、九州全体として考えたときには、あの温泉があり、自然があり、そして独特の文化を持ってやはり都市があるんですね、ある程度こうもうあの、日本の魅力が揃っているというところが九州の一番いいところだと思うんですね。